千葉で開かれたボディービルの全国大会で肉体美を披露する佐世保市の浦岡慎之介さん。75キロ超級で1位となり、大会 MVP も獲得しました。その成果を報告に佐世保市役所を訪れました。西方高校時代は野球部に所属し、現在は父が経営するスポーツジムでトレーナーを務めています。ボディービル歴2年で全国優勝をつかみ取りました。しっかりトレーニングして、食事制限して、でこうステージ上でポージング披露してっていう風に、こうそれまでの過程がステージ上で表現されると思うので、まあ、そこが一番の魅力かなと思います。業界誌の表紙も飾ることになった浦岡さん。今後はさらに体を大きくし、次は追われる立場として連覇に挑みます。